1月5日木曜日、時刻は午後4時を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして今日は木曜日です。はい、こんにちは、日本放送の飯田浩司です。あ、どうも、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。あれ、飯田君っていつから働いてんの？私は1月2日月曜日から朝の番組がスタートしております。朝の番組1月2日からやってんだ。はい。わあ、偉いね。その上、何、ローテーション業務もやったりなんかするの？それはないの？ローテーション業務はね、あの、私は、はい、番組やってるとね、まあ、番組やってるとね、さすがにね、まあ、30日え、はい、え、まあ、まあなんですか。いやいや、30日までやって1月2日からですんで、もうあのレギュラー番組のローテーションがそのままっていう、ね、31、1日土日しか休みがなかったということを言いたいわけですね。いやそれで日本放送って年末年始に働くとなんか特別手当みたいなやつ出るんですか？今どうなんですか？今顔見ましたね、上司の。飯田平社員が今上司の室長の顔を横から見てですね、返答を求めている、そういう素振りを見せましたが、返答を求められた上司は今首を大きくひねりました。そうですね。どういうことですか？目線を合わせませんでしたね。どういう、お互い答弁を拒否するという、出るわけねえじゃんっていうアクションでしょうか、それは。昔はなんかね、昔はやっぱり出たんだ、色手当とか、あとなんかおせち料理とかがあったという噂は聞いたりして、今もないんですか？いや、あの、非常に閑散としてました。会社の中が。いや、1980年代、私大阪のローカルテレビ局では、正月勤務がそこそこ1日行くと結構長く出たんですよ、こだもんで。だから新人若手はですね、で、一人者で家に帰ってもしょうがないし、会社だとあの食堂でおせちが出るし、で、1日働くと結構な額の現金、それも現金で、年明け現金で支給されるんですよ、すごいですね、現金。だからみんな率先してですね、年末年始の日勤夜勤で、また年末年始の日勤夜勤のストレートニュースの読む番ってほとんど仕事なんかないんだよ、はい、よっぽど大きな事件でも、事件や事故でも起きりゃまあ別なんですけど、基本年末年始ってニュースも閑散としてますから、なんか定時ニュース、ね、1分か2分読んで1日の仕事終わりみたいな、で、あの、手当もらって、会社でおせち料理食って帰ってくるという、そういう80年代でございましたが、興味はそういうことにはなってないらしいですね、世の中全体に。そうですね、世知辛くなりまして、だん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 世知辛くなるよなと、今年はなんとかいい年であってほしいなと思うわけでございますが、年末年始にいただいてた年賀状その他の番組宛てのお手紙というやつを今日全部もらいました。というのは、どうやら日本放送がレギュラーで動き始めたのが今日らしくてですね、そうなんです、昨日まで届いていた、郵便物、あるいはそのこの番組で何回もあの本にサインしますよの本であるとかというのが、今日一斉に私の手元に届きまして、あのアドバイスをさせていただくと、こうやって集中する日に何か送らない方がいいですよ。あの、集中日に送られるとですね、やっぱりあの1件あたりに割く時間というのがどうしても下がりますからね。いや、それ閑散期で一つしか来てないということになったら、手紙もじっくり読みますけど、今日みたいにドカーンと年賀状まで来ちゃって、1枚1枚私は基本的に全部読むタイプですから、読むにしたって1枚のハガキを読む時間が、暇な時なら隅っこまで一枚きっちり読むところが、今日みたいに集中してるとですね、斜めにザッと読んで、っていうことになりますから、だから、あの、送っていただいてるんですから、ちょっとそれありがたく、もうありがとうございます。感謝の心を忘れずに、忘れずに、年の初めだからと思って皆さんね、ということでございまして、その上ですね、あの、食べ物は勘弁してくれと、もうね、あの、出演者に餌を与えないでください、それから、あの、番組をですね、宣伝に自社その他の物品の宣伝に使うのはやめてくれと、ね、これも固く去年申し上げたにもかかわらず、ラーメン送られてきましたよ。早稲田メルシー知ってます？有名な早稲田界隈ではですね、老舗の1950年代から多分あるはずですよ。もうとにかく学生の味方みたいなラーメン屋があってですね、そのラーメンが、まあ、もう閉鎖されてるのか代が変わってるのかよく私も知らないんですけど、私が学生時代の時には、70年代後半から80年代にかけては確実にありましたが、まあ、近年まであったとも思います。もしかすると今でもあるのかもしれません。で、その早稲田メルシーの、昔の味を再現した
あの家庭で作るラーメンみたいなものがどうもここ近年去年ぐらいから発売になったみたいで、その発売元の方がですね、どうぞ食べてください、文面はどうぞ食べてくださいなんですけど、うん、ラジオで言及しろよというこの圧をものすごい勢いで感じておりましてですね、あ、ちゃんとやってますよ今も、あ、まだ潰れてない、うん、あ、そう、はい、ありがたいですね、そうですか、うん、あ、やってるわ、あ、あ、うん、あ、メルシーね、いや、うん、でもどうもね、この文面を読むと、もう何十年も前 の、 あの初期の頃の早稲田メルシーのラーメンの味を再現した家庭用のラーメンを売り出したので、うん、まあ、ちょっと家で作って食べてみてほしいということなんですが、そんなのあるんだと思いまして、うん、はい、やっぱりこうやってね、私も性格が弱いもんですからこうやって圧をかけられるとどうしたって宣伝せざるを得ないとこういうことになってですね、確かにラーメン安いですね、ラーメン一杯500円なんだ、きっと日本放送の営業さんが苦々しい思いで親を聞いてるに違いないと、一銭にもならないのに宣伝なんかしやがってみたいな、そんな風に曲がった考えはしないですよ、皆さんも記憶正しく営業してますんで、あ、そうですか、はい、皆様のおかげで番組が続けられて本当にありがとうございます、そうなんです、支えられております、ありがとうございます、ご苦労様です、はい、本年もどうぞよろしくお願いいたします、ね、どこに向かって言ってんだよなんかね、今日さらっと始まっちゃいましたけど、今日スポーツスペシャル金牌実況中継のために4時からね30分遅れでスタートしてます、うん、それから今日は辛坊さんはちょうどゴールの時にですね、はい、私トイレに入ってたんですよそしたらゴールがなんか1着と2着がなんかものすごい競った状況でなだれ込んだらしいですね、で私がトイレに入ってる間では、はい、確定しなかったんですが、もう確定しましたか、はい、飯田君が調べてくれてる間に他の話題をしたいと思いますが、昨日この番組でですね、お着物姿が今日それより素敵ですよ、あ、私の着物について喋りますか、はい、いや私は着物はまあとにかくこの話をしだすと長いんで、はい、一旦置いといてですね、はいはいはい、ご報告をさせていただきます、はい、昨日私イヤホンをね、ワイヤレスブルートゥースのイヤホンを、パコッとケースを開けたら中身がなかったと、そしたら番組中でですね、探し物の iPhone にはそういうソフトが入ってるはずだから、うん、それで調べたらどこでなくしたか分かる、およその場所が分かるはずだというアドバイスをいただいて、オンエア直後にやってみました、うん、そうしたらですね、はい、私の iPhone には初手からそういうのがどうも登録されていないっていうか、なんか初期設定がいるらしくてですね、あの出てきたのが私が今見ている iPhone がどこにあるかというのは分かったんです。なるほど。だけどそれいらないでしょ。これいや、それは分かってるんだって。今俺はそれを見てるんだから、それを教えてくれても意味がないだろうと。思わずスマホに突っ込んでしまいまして。結論から申し上げると、はい、未だに行方が分かっていないと。はい、なんとか今日家に帰ってですね、はい、イヤホンが発見されればいいなと。去年買ったばっかりですからね、高級なイヤホンだそうです、はい、高級な、超高級な、超高級、はい、高級に超の字が3つぐらいつくようなイヤホンですからねもう本当になんかね、もう3カラットのダイヤが両方に埋め込んであってですね全部が金目でできているというどんなんですか、アラブの王様が特注で発注したみたいなどうせなくして、なくしてしまったもんですから、うん、どんだけほら吹いたって分かんない、いやいや、分かった見つけてください、そんなあからさまだ、はい、そういうことでございます、はい、金牌はどうなりました、一応、はい、調べはつきました、中山金牌、花さで、1着は2枠3番のラーグルフ、2着が1枠2番のクリノプレミアム、3着が3枠5番のフェーングロッテン、なるほど、こういう風になりました、どのぐらいの、はい、単勝3番450円、ほうほう、で、枠連1、2で、で、そうそうそう、まあ、これ一番人気が勝ったということになりました、ほうほう、枠連1、2が910円、馬連2番3番で3690円、馬単3番2番の組み合わせ6320円、へーへー、三連複2番3番5番で8170円、うんうん、三連単が3番2番5番で44340円ということであります、あのね、2着、その花差で2着になったのが8番人気の馬だったということで、なるほど、ね、ここでちょっと人荒れしたというね、はい、これしかし勝ってた三連単かなんかで勝ってた人嬉しいわね、ねえ、これすげえお年玉なのこれ、そうですね、ただ人気がなかったんで2番がもし頭できてたらもっともう勝ったと思ってたかもしれない、ね、そうだけど、そういうのはだから買ってる人が少ないから人気がないわけですそうですね、おっしゃる通りです、まあね、そんなこんなでございまして、はい、
はい、取った方はおめでとうございます。はい、あの税金かかるらしいですよ。ね、ネットで買うとすぐ補足されますからね、最近はね。本当に、はい、最近はあの世知辛いですから、まあ、今までなら、まあ、多めに見とこうかみたいなものが多めに見てもらえなくなりそうな、ね、ちゃんとちゃんとでね、はい、今払うべき税金は払いましょう、はいはい、倍、大蔵省、あ、大蔵省ないんだもん、財務省、国税庁、それそれミニストリーオブファイナンス、モフ、モフ、はい、はい、では株と為替の動きをお伝えしておきますか。はい、今日の東京株式市場、日経平均株価反発しました。昨日と比べ103円94銭高い 25,820 円80銭で取引を終えております。前日のアメリカの株式市場が上昇した流れを引き継ぎまして、買い注文が優勢となりました。ただ日銀の金融政策の動向を見極めたいという思惑から上げ幅は限定的だったということです。為替は1ドル132円50銭付近、昨日のこの時間と比べますと1円80銭ほど円安となっております。さあ、ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。5時台は2023年今年の注目のイベントにズームしていきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。辛坊さんに関すること、飯田さんへのね、なんかあの疑問でも結構ですので、なんかメールは適当じゃないですか。 zoom@1242.com zoom@1242.com。 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日の5時26分頃になりますかね、ズームをミュージックリクエストのお題を決めましょう。はあ、正月に頑張った飯田くんに聞かせたい曲。あら、ありがとうございます。正月に頑張った飯田くんに聞かせたい曲。あら、今大じゃないですか、この問題 ね。やったかやりましたね。はい、いやいや、それほど投げやろう。まあまあね、普通のことですから。基本雑ですよね。はい、いやいや、普通のことですよね、とか。さらっと労働協会だ、これ。いや、そんなことないですよ。休んでください、いっぱい。みんなのその選曲の理由も書いて、zoom@1242.com までお寄せください。お待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。財務省は1月発行分の10年もの国債の入札を行い、毎年支払う利子の割合を示す表面利率を 0.2% から 0.5% に引き上げました。日本銀行が金融緩和策を一部修正したことを受けて、10年債の流通利回りが上昇していることを反映しました。アメリカの自動車大手ゼネラルモーターズが去年のアメリカでの自動車販売台数でトヨタを抜き1位になりました。トヨタは在庫不足が影響し、売れ筋の SUV、スポーツ多目的車の販売台数が 8.6% 減少しました。岸田総理大臣は昨日、三重県伊勢市で行った年頭の記者会見で、今年の優先課題として、異次元の少子化対策とインフレ・物価上昇率を超える賃上げの実現に取り組む考えを表明しました。中国を公式訪問したフィリピンのマルコス大統領は昨日、習近平国家主席と首脳会談を行いました。中国の軍事活動で南シナ海の緊張が高まる中、両首脳は友好的な協議を通じて海上問題に対処する考えで一致しました。ウクライナ軍の総司令官は2日、SNS を通じて、去年2月以降のロシアによる侵略で占領された領土のうち、およそ 40% を昨年末までに奪還したと明らかにしました。また、フランスのマクロン大統領は、ウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談を行い、フランス製の偵察用装甲車両を供与する意向を伝えました。欧米諸国が開発した戦車がウクライナに供与されるのは初めてです。ツイッター社は政治広告のサービスを拡大すると発表しました。ツイッター社は2019年に政治広告を禁止しましたが、イーロン・マスク氏の下で収入広告を目指す中、方針を転換したとみられます。
新春恒例初競りが東京の豊洲市場で行われ、最高値の一番マグロは去年より2000万円近く高い3604万円で、東京都内の寿司店銀座おのでらと仲卸業者やま幸が共同で落札しました。水揚げした漁師、青森県大間町の竹内正弘さんが一番マグロを取るのは5年ぶり7回目です。岸田総理大臣は昨日の新年の記者会見の中で、リニア中央新幹線について開業後に静岡県内の駅で東海道新幹線の停車頻度をどの程度増加できるのか、今年の夏をめどに一定の取りまとめを行う考えを示しました。政府は工事着工を認めていない静岡県側の理解を得たい考えです。今年の日本に関わる重要ニュースが今全部網羅されている感じのね、今日ズームフラッシュでありました。まあ最初のニュースなんですが、やっぱり今年物価と金利がどうなるのかというのはこの日本にとって極めて大きなニュースなんで、そのニュースが入って、その次がですねトヨタですよ。でトヨタの世界的な売り上げは去年素晴らしかったんだけれども、でも細かく数字を見ていくと、中国あたりで全世界的にはもう相当電気自動車の普及が始まってるんだけど、やっぱりトヨタ電気自動車に関してはもう数週遅れみたいなことになっちゃってて、だから一気に電気自動車シフトが進んだ時に何が起きるか恐ろしいぞっていう感じがね、もう日々して日々、なんか私なんかものすごく感じるんですけどね。そして日本の抱えるもう一つ大きな問題でいうと少子化っていうのがあって、これに関して岸田総理は三重県で、お伊勢さんに参拝した後ですか、年頭記者会見で異次元の少子化対策で何をやるかというと、異次元の少子化対策の柱になっているのは児童手当などの経済的支援の強化、学童保育や病児保育、産後ケアなどの支援拡充、働き方改革の推進、これを3本柱に挙げたということなんですが、ちょっと曖昧っていうか抽象的ですね。これに対して昨日東京都は子ども1人当たり月額5000円、月額5000円ということは年間6万円、これいくらかかるかというとですね、東京の0歳から18歳までの子どもの数と月額5000円をかけると、だいたい月額の支給が100億円ぐらいになります。年間1200億円規模の、だけどこれで子どもが3人いりゃ月1万5000円東京に引っ越してこようかなっていう人もいるかもしれないですけども、ところがそうやって東京に来たらこれまた別のことでお金がいっぱいかかるわけで、飯田君どこに住んでんの？まあ東京じゃないの？都内です都内。あ、じゃあこれもらえる対象？うちそうですね、子供7歳だからもらえるのかな。いや絶対もらえますよ、だって所得制限つけないっていうのは。あ、そうですね、はい、いうことですが、でなおかつ去年一昨年の1月以降東京都で子供が生まれるとですね、10万円相当の子育て用品などと交換できるギフトカードをくれるという、これはまあ飯田君は対象になってないということなんですけども。そうですね、もうちょっと前でしたからね、子供生まれたのは。まあ東京都の話はかなり具体的なんだけども、政府の方の話は今のところまあ抽象的なんだけど、少なくともさっきの3本柱を見る限り全く本気じゃないねということは分かります。もう劇的に少子化対策でやっぱ子ども増やそう、本気で子ども増やそうと思うなら対策っていくつかあるんですよ、絶対効くやつが、絶対効くやつが。でフランスがそれで大成功したんだけど、フランスがいる劇的に少子化対策で出生率回復した、日本の新聞はいっぱい嘘が書いてあるんですけど、本当のコアな理由は税制の N 分 N 乗が決定的に効いてるんです。税制の N 分 N 乗と聞いて、これ以上の説明のいらない人には説明はいらないんですけど、あ、今目の前の増山さんは首かしげてるから一応しましょう。ですね、例えば1000万円の所得があります、そうすると累進課税ですから、1000万円の所得の人は、例えば200万円の所得に比べると莫大な税率課されるわけですよ。日本で1000万円クラスになると下手すりゃですね3割ぐらい持ってかれるか、まあそのぐらい持ってかれるでしょう、税金と社会保障、税率高いですから、ところが200万円ぐらいだと
まあ子供、まあ多分税金ほとんどかからなかったりなんかして税率非常に低い、はい、かかっても非常に低いわけですよ、ね、でフランスの N 分 N 乗って何かというと世帯の収入が1000万円ありますと、はい、家族が5人なら、うん、まず1000万円の所得を家族の5で割るんです、うんうん、そうすると所得はいくらになりますか。5で割ったら200万、200万ですね、はい、その一人の200万円に対する税率を適用するんです。でそこで税額が出ますね、うん、それを5倍するんです。うん、これが N 分 N 乗って言ってですね、だ家族が増えれば増えるほど、うん、そのまず最初の課税のパーセンテージだから累進課税だから所得が全体増えるとすごく1000万円 の、 あの名目の税率ってものすごく高いんだけど、まあ、あの家族が2人の場合はそれ2人で2で割るから500万円の収入、500万円にかかる税率ってすごく少ないわけですよ。で500万円の収入にその税率をかけて、はい、納税額はそれを最終的に2倍するんですね。うん、それが N 分 N 乗方式で、これの素晴らしいところは家族の人数が増えれば増えるほど劇的に税金下がるんです。うん、子供を持とうというモチベーションが極めて上がるんです、はい、でさらにいいのは所得が多ければ多いほど子供を産むメリットが高まるんで、所得が多い人ほど子供を作るメリットが高まるということは、所得が多くて家庭環境で教育環境が恵まれている教育、子供にしっかりした教育を与えられる家こそ子供の数を増やそうというモチベーションが高まるんですよ。逆にね、金ばらまくとまずいのは、金ばらまくとそれも所得制限かなんかつけて金をばらまくっていう、これ民主党政権の時に発想したやり方なんですが、これをやるとダメなのは、その金欲しさに所得が低いほど子供を作るモチベーションが高まるわけですよ。そうするとどんどん子供は増えるんだけど、環境的にあまり良くない状況の中でたくさん子供が生まれると。フランスの N 分 N 乗方式は、まあ、ある意味ちょっと怖い言い方をすると、もうこれ以上詳しい説明をすると怖いことになるからしませんから言葉だけで言いますけれども、ある種の優生思想じゃねえかっていう話もあるんだけど、所得が高くて子育て環境のいい家ほど子供をたくさん作ると劇的に税金が下がるんです。でその上、フランスあたりでは自分の子供じゃなくても、フランスあたりは事実婚が多いですから、はい、ここが非常に重要なところなんですが、自分の子供じゃなくても誰んちの子供でも、とにかくうちが育てたら将来的な年金がかさ上げとかっていう、だから自分の子供である必要もないわけですよ。とにかく子育てさえすれば、はい、劇的に税金が下がって、なおかつ将来の年金が増える。これ日本でやろうとするとですね、差別だっていう声が必ず上がるわけですよ。子供のいる家だけが不当にいい目を見てる。だけどね、そうして生まれた子供さんというのが将来国を担って社会保障の担い手になるわけだから、国民全員の子供のいない人たちのメリットもあるわけだから、本気で少子化対策しようとするんだったら、もう N 分 N 乗方式が一番簡単でものすごい効果があるって、もうフランスで実証されてんのに誰も言わないんだよ。これまあ本当にね、子供の環境も含めてね、これ以上の方法はないんだけど、まず N 分 N 乗方式って今増山さんの反応を見る限り、聞いたことねえわレベルの話になっちゃうと、そこから先多分国会で議論にならないだろうし、政治家でもじゃあこれ言葉聞いてどういう制度なのかイメージできる人も非常に少ないだろうし、とにかく言いたいのは、今岸田総理は異次元の少子化対策、岸田総理は異次元の少子化対策を行うということを決定いたしました。それに付属するなんか三本柱というのを聞く限り、はい、全然本気じゃねえじゃんと、このままどんどん子供が少なくなっていったら、今本当に防衛問題で日本をどうやって守るかって話になってるじゃないですか、守るべき日本がなくなって防衛議論をしても意味がねえんじゃねえのと、まず子供だろうと、やっぱね、その危機感と意識を政治家には持ってほしいなと私はつくづく思います。今更私は N 分 N 乗方式導入してもらったって、はい、子育て終わっちゃった後だから、うち子供みんな独立しちゃったんで私何のメリットもないけれども、でも将来を考えるとこれが一番いいと思います。以上ズームオンでした。
1月5日木曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。日本放送の増山さやかです。日本放送の飯田浩司です。さあ、この時間はズームオンミュージックリクエストをご紹介していきます。はい、今日のお題はお正月に頑張った飯田くんに聞かせたい曲です。あ、今日は飯田くんに選んでもらおう。あ、そうですか。そうしましたね。よく聞いといてください。はい、ではまず茨城県の村野ひっこさんです。お正月からお疲れ様でした。いえいえいえ。飯田さんに送る曲はお正月特別手当よりも、うん、リスナーの応援が多分一番好きだと思うので。いや、絶対特別手当の方が好きだと思う。ちょっと待った待った待った、全然崩さないでくださいよ。あ、そう。リスナーの応援が多分一番好きだと思うので、安室奈美恵さんのヒーローをお送りしますね。お、はい、なるほど。これ JRA の CM ソングになってますよね今ね。そうですね、ダイワスカーレットがもう歴史になってるかっていうのはね、年を感じますね。何を言ってんですかこの人。ちょっとごめんなさい。ああ、ね、もう本当にもう10年以上前の馬の名前ですね。そうですか、失礼しました。続けて、はい、千葉県市原市のキララさん、トンネルズの一番偉い人へ。 お正月から働く題名のごとく一番偉い飯田アナウンサー。いやいやいや、そんなことないですよ。上ちゃんも2日からだったし、そう、ね、柿花さんも2日からだったし、そうだから今年ズームがなかったの異例なんですよ。あ、そうなんですか。そう、私も2日から働く気満々だったのに。また特番やりますから大丈夫です。大丈夫です。あ、大丈夫です。そうです。辛坊さんにイヤホンのことも来てますけれどもね。あ、何ですか。なくさないようにと入れたはずがその場所を忘れてしまうあるあるですね、という。そうなんですよ、うん、そうなんですよ。早く見つかるといいですね。新しいの買ったらどうですかってアドバイス、ツイッターでいっぱい来てましたね。そうすると古いのが出てきますよって。なるほどね。もうちょっと探しましょう。もうちょっと、ね、まだまだ心当たりが。しばらく有線のやつ使っとく。有線のやつはあるんで絶対なくさない、はい、うん、確かに。京都のおっちゃーまんさん、60歳の方。飯田アナウンサーも家族のために年末年始の仕事頑張ったんですね、はい、そんなお疲れの時の歌プレゼントです、はい、本当に本当にご苦労さん、ザ・ドリフターズ、今年も頑張ってくださいと。 ありがとうございます。それから57歳男性、横浜市の国広さん、今日のリクエストは、はい、今和野清志郎さんのパパの歌をお願いします。あ、いい曲、ね、飯田さんのような家ではだらしなくても過去多分一生懸命働くお父さんをたたえた。絶対だらしないだろうな。いや確かにね、子供からすると昼寝してる姿しか見たことないと思うんで、お父ちゃんは寝てるか飲んでるかだよねみたいなことを言われるんです。朝働いてるのにね。そう、知らないからね。朝働いてる、そうか、なるほどね。だけど世の中のお父さんってみんな基本的に働いてるところは子供に見えませんからね。そうなんですよね。そんなことでしょう、はい、ですからね、昼間のパパはってね、はい、練馬区の53歳のキアヌママさんはですね、はい、今年も軽快に始まった楽しい木曜ズーム、お三方のトークを今年も楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。リクエスト曲はファイト、中島みゆきさんのも良いんですが、うん、辛坊さんの好きな満島ひかりさんの歌をリクエストして。勝手に決めないでください。前おっしゃってましたよ、満島ひかりさん、はい、好きです、はい、そして一番多かったのがこちらです、はい、よくこのリクエストいただくんですが、愛知県のノリダーさん、時藤三郎さん、勇気の印、ダブルですね。なるほど、はい、じゃあ24時間戦えますかと。それそれ、はいはい、はあ、どうしよっかな、好きな曲を。では、今日のズームミュージックリクエスト、はい、はい、時藤三郎さん、勇気の印、はい、またストレートに来ましたね、これ。これもうこの正月ですね。多分ね、まあ大丈夫です。はい、はい、どうぞ行きましょう。どうしました。いやいや、応募者多数の場合、私が一方的に負担を被るというそういうことになってます。たくさんね、ご紹介しなくてはいけない、ね。あ、なるほど、そうか。頑張ってください。さ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。辛坊さんへの質問、取り上げてほしいニュースなどお待ちしております。で、来週1月9日月曜日、成人の日になりますけれども、ズームそこまで言うか、4時台のゲストは生物学者の平坂博さんお招きいたしますのでね、平坂さんに関する質問もぜひお寄せください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集する話題はこちらです。2023年注目のイベント。
今年4月8日、日銀の黒田総裁は任期満了を迎えます。また統一地方選挙前半は4月9日、後半は4月23日投開票で行われます。そして5月19日から21日まで G7 広島サミットが行われます。さらに夏には豊島園の跡地にワーナーブラザーズスタジオツアー東京メイキングオブハリーポッターがオープン予定。それから年内には大阪アベノハルカスを抜いて日本一の高層ビルとなります高さ330メートルの麻布台ヒルズも東京港区に完成予定となっております。へえ、はい、麻布台ヒルズってどの辺？麻布台ヒルズ、麻布十番のあたり？麻布十番というよりはあの地下鉄の日比谷線の神谷町と六本木一丁目っていう南北線の駅の間ぐらい。全然分かれない。なんという、なんと申しましょうかと言われて、基本的にその超高層ビルは、はい、今手元に今回見取り図がありますけれども、50階前後ぐらいまでは下からずっとオフィスで、その上54階から64階、61階からそこがなんかレジデンスと、はい、何そんな高いところだけがレジデンスとのマンションっていうかビルが建つんだ。へえ、そうですか。お高いんでしょうね。お高いんでしょうね。お高いんでしょうね。きっとね、まあ、どのぐらいの広さの、まあ、ところか知りませんけれども、そのあたりで、売り出しの頃に金利がどのくらいになってるのかっていうのが非常にね注目されるところで、まあ、おそらく今年一番注目は、物価と金利なんですが、もうちょっとこの話題はあのここでの話題はもうちょっとマイナーな話題を中心にお届けしていこうと思いますが、マイナーな話題、手元に2023年イベントカレンダーというのがあるんですが、はい、どうしました3月31日、はあ、31日、はい、神奈川県箱根町の、うん、星の王子様ミュージアムが閉館してしまいます。おそうですね、そんなのあったんだ、行ったことあります？そんなのあったあれないですけど。そうですか。ないです。星の王子様、サンテグジュペリ、はい、サンテグジュペリ、私太平洋横断中に5万回ぐらい読み返しました。他に読む本がなくなってですね、なかなか奥が深いですね、読めば読むほど。うん、はい、大切なことはね、あ、忘れちゃった。そんなあれそんなん、ね、あれおかしいな。まあいいや、あれはあのね、星の王子様の住んでる星にですね、バラが生えてきたんですよ。バラがよそから生えてきたのかな、飛んできたのかな、そのバラと喧嘩して出ていっちゃうんだよね。そうでしたっけ。なんかそんなんなんですよ、トラブルで。なんか最後でも星に帰るんだよね。なんかすごい曖昧な話してるよね。その同じ3月にですね、18日ですけれども、はい、東急新横浜線というのがいよいよ開通いたします。それはどうした。いやこれすごいじゃん。日吉から分かれて、あの新横浜通って羽沢日大前っていうところに行って、あ、羽沢横浜国大前っていう駅を通ってですね、相鉄に至るっていうんですけど、渋谷方面から新横浜に行くルートっていうのはね、新たにできるんで、これ新幹線乗る人たちにとってはすごく便利になるというですね。渋谷方面から新横浜？新横浜って。そう。なんで？だから日吉から分かれてですね、新横浜を通る電車が新たにできるんですよ。松山さん、なんか言ってますけど分かりますね。いや今までだったら品川に出なきゃならなかった人たちが、ね、していただけますか。言ってることが分からないんですけど。それがどうした。埼玉の方から新横浜に行けるんですよ。マジっすか。そうなんですよ。今でも横浜まで行ってますよね。今でもなんか、ね、反応からの電車に乗ったら横浜まで行っちゃうよ。そうそうそう、横浜まで行きますけど新横浜は行けないですからね。あ、一旦木村で乗り換えなきゃいけない。新横浜、ね、大丈夫だ。俺新幹線乗るときはだいたい品川か、あの東京駅だから。いやいや、それはあの都心の、ね、中心部に住んでる、それは東京駅であれでしょうけど。さて、おかしいな、今そうなんだ。どうしました。3月中、いつかは正確には決まってませんけれども、はい、八重洲ブックセンターの本店が閉店になっちゃうの。そう、ああ、そうなんですよね。八重洲ブックセンターって言えば東京駅の八重洲側を象徴する商業施設じゃないですか。うん、結構私もね本買いましたよ、ここ。うん、なくなっちゃうの。なんで再開発、はい、ああ再開発に伴う閉店なんだ。あの周りいろいろ再開発やってますからね。びっくりしたな、もう。あ、で同じ3月なんですけど、そうなんだ。どうしました。
映画新仮面ライダー公開。おあれですね、あの新ウルトラマン、新なんとかシリーズですね、新ゴジラで新ウルトラマンと来て、はい、で新仮面ライダーと来るという、はい、そういうことですね、はい、だんだんあの対象世代が新しくなりますよね。私は新ゴジラぐらいまでしかついていけずに新ウルトラマンはついていけなかったんですが、つい最近見てしまいましてですね、新ウルトラマン、新ウルトラマン意外と面白かったですね。よくできてんじゃんこれと思って、はい、で新仮面ライダー、仮面ライダーとなると一回も見たことありませんからね、はい、そうなんですか、はい、世代が違うんですよ。こうだから微妙にね、私と増山さんとの間には暗くて深い川があり、いやかなり深いですよ、はい、さてされてますよ、さて何ですかね、あと大きなニュースですか、はい、大きなニュースは、あ、他には大した話はありませんね。いやそんなことないですよ。時エアですよ、時エア、6月の月末ですけれども、新潟空港を拠点とする航空会社がこれ新たに日本でできるというね、新潟と札幌丘珠空港の便にまず就航ということになります。誰が乗るの。いやこれね、新潟とほら北海道のつながりというのはかつての北前船のようにですね、で今もあの日本海フェリーっていうのがね、走ってますから、走ってるというか就航してますから、誰が乗るの。いやビジネスで乗る人も多いですし、新潟から北海道へ、新潟から、いや北海道だけじゃなくてね、これあの将来的には成田にも就航っていうのがあるんですよね。岡玉という飛行場が札幌近郊にあるんですよね、はい、これは便利ですね、うん、あの千歳からね、札幌って結構距離があるんですよ、まあね、電車で直結とはいえね、ちょっと距離があるんですが、うんうん、まあ岡玉ぐらい、だ地方にいろいろ空港作ったのはまあいいか悪いかともかくとしてね、はい、新しく作る空港ってなんかとんでもなく偏僻なところにあったりなんかして、なんか政治の力で作っちゃったような、なんでそこに空港あんだよ、元の空港すごい便利だったのに新しい空港作ったらすごい不便になりましたとか、どことは具体的に言わないけど広島とかさ言っちゃった、いくつかあるよね。おっしゃる通りでね、かつての あの広島西空港っていうのはね、本当に便利なところだったんでさ、なんであんな山の中に作ったんだよ飛行機を、飛行場をよ。今言ったじゃないですか、辛坊さんが意味軸も政治の引っ張り合いでっつーね、このぐらいにしときましょう。今もし不規則発言がありましたら全部飯田工事の責任を持つということになっております。違いますよ、はい。曲が流れてきちゃいました。こんなことばっかり言ってるから早く終わり。2023年がどういう年か全くわからないもん。もう本当にことを言うな。そうですね、はい、失礼しました、はい、ワールドカップとかいろいろありますけれどもね、はい、ワールドカップじゃねえラグビー、ね、ワールドベースボールクラシックだよ。そうラグビーはね、ラグビーのワールドカップですか、はい、WBS かね、はい、またちょっとごめんなさい、広げちゃった、WBC、ズームオンでした、はい、ズームオンミュージックリクエスト、お送りしたのは愛知県のりだーさん、栃木県下野市の梅干し小僧さん、新宿区の矢車荘さん、お三方からのリクエスト、牛若丸三郎太、勇気の印、リゲインのテーマ、まあ、牛若丸三郎太という名前は、はい、時藤三郎さんがこの歌を歌った時の、うん、まあ、ね、お名前と、はい、1989年のリリースと、バブルの最末期ですね、バブル崩壊の前夜ですよ。こんなに頑張ってたのに翌年崩壊しちゃいましたからね。そうですよね、はい、偉い時代でした、考えてみたら、はい、私これ今の今まで24時間働けますからと思ってたんですが、24時間戦えますからですね、これね。そうですね、働けますか、じゃあもう間違いなく労働基準法違反になってしまいますから当時でも労働基準法ありましたからね。あります、あります。だからその辺ちょっと気を使ったのかもしれません、ね、ということでお届けをいたしました。さて今年の1年間の飯田浩司さんの目標を聞いてみましょう。もうねつがなく粛々とやると、まさにしっかりとしっかりとですよ。どうやらですね、何ですか、24時間働くつもりになってます。いや待ってそうですか、年収アップに希望を乗せて。いや年収アップには希望を乗せたいですよね、有給休暇にも希望は乗せたいしさ、そりゃさ、あそうですか、その辺はね、こんなこと言ってますよ。どうしましょう、管理職のちゃんとね、しっかり権利はね作ってくださいその辺はこの当時とはだいぶ違っているというですね、今はね、およそ40年前、私小学校1年生の時です。だから今時あの当時はサブロック協定とかなかったですからね、
ろんそういうなんかね、はい、何の話をしてんだよエンディングでそんなややこしいこと言い始めなくたっていいだろう、ね、気持ちよく働けるようにね、はい、労働局の皆さん、あの日本放送は、はい、労働法を遵守しながらもちろんです、はい、社員さんはあの一生懸命働いていらっしゃいます、はい、さあ次の日本放送この後は鶴子師匠美和子様の鶴子の噂のゴールデンリクエストです、はい、で明日の朝6時からは、はい、OK コージアップ、コメンテーター元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授の松井浩二さん、うん、まあ、総理訪米というあたり、それからね1月23日から通常国会などを取り上げてまいります、はい、でその後朝8時から私も出演いたします、春風亭一之助さん、あなたとハッピー、明日のメッセージテーマは新年初メールです。で来週月曜日成人の日、この辛坊治郎ズームそこまで言うか、4時台のゲストは生物学者の平坂博史さんです。マジっすか、おいつから生物学者になったの平坂さん。え、平坂さんという方はですね、はい、私のイメージで言うと顔の上にタランチュラ乗っけてる変なおじさんっていう変なお兄ちゃんっていうですね、おー、はい、怪魚ハンターで有名な人ですけどね。怪魚ハンター、以上辛坊治郎と増山さやかと飯田浩司でした。今年も本当によろしくお願いいたします。お願いします。